大丈夫？治安が悪い。な、びっくりした。痛い。痛い。痛い。逃げろ。来るかな。痛い。いやー、退避退避。どこだ。あ、そっか。そうか。ベッドで寝て起きて、そっか。どっちの方向に行ったんだっけ。よいしょ。急げ、急げ。邪魔だよ。邪魔だよ。ここだ。よし。よし。奴らはいない模様。よし。回収完了。とりあえず戻ろう。とりあえずこっちに戻って、整理をしよう。なんで腐ったんだけど、また。割と広いやないか。封鎖来ない。割と広いやないか。もうちょっと狭いかと思ったら、こんな危ないところによくみんないるな。危ないやないか。とりあえずまた家の探索を開始しよう。ここはあれかな、教会みたいなところかな。教会とかにもウィッチがいるっていうわけだよね。もう家入れんしや。ここは何だっけ、図書館的な、図書館的なやつ。
家とチェストのあるお家もない感じかな。普通の家はたくさんあるけどって感じだね。で、なんだっけ、かまどとかああいう系統のものもない感じですね。この家見たっけ、見たかな、こんな感じかな。うん、よし、行こう。なんか今、人が落ちてたように見えたけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、あは、よし、行こう。ん？あれ？どこ行った？どっか行っちゃった。仕方がない。私はさっき乗り捨てた。船はどこ行ったかな？Go, let's go.なんかあれですね、船の操作性は難しくなりますね。前の方が簡単だった。わお、超砂漠。超砂漠、マジか。超砂漠、とりあえず寝ましょう。これすごい、ウサギだ、かわいい。なんかピラミッドっていうわけじゃなく、ひたすら砂漠の砂の山。やば、なんかかっこいいな。はあ、マジか。
な感じのところですね、これね。かっこいいな、なにこれ。なんか、もともとここに山があって、木がなくなって砂漠化したみたいな感じのところですね。木がなくなったらなんかこんな感じなんですね、確かに。水がなかった、なんでしたっけ。なんかこういう現象みたいなのありますよね。むしろシーズン1からずっと見てるんですけど、あの方だけは変わらず見てますね。で、私もね、その方とね、その実況者さんと一緒でね、私が一番初めて見たマイクラの実況動画で、ね、史上最大です、ね、私も見ました、ね、なんで知ったんやろ、私は忘れたな。なぜかそれを知ってで、なんか見るですよね。どうやって飾るんですか。なんだこれ、かぼちゃ、かぼちゃっぽいな。これこれ、羊毛と木の棒、羊毛がいるのか、羊毛と木の棒ですね。ほっほっほっ、よし、とりあえずここにでもつけておきましょう。
違う、絵だった、絵じゃない、絵が欲しかったんじゃなかった、あれなんだっけ、これか、額縁、なんかある、ある、これか、額縁、ん、覆わない、覆わないよ、覆わない、こうか、お、怖い怖い、で、こうしておきましょう、ということでね、一応今回終わったので、今後いい絵になろうかな、まあいっか、はい、ということで終わりたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。また次回もね。します。結構。